当時世界最速とされた911型ディーゼル機関車を扱ったので、この妄想を膨らませてみましょう。911型は DD51 用に開発された、DML61 機関を2台搭載、故障などで立ち往生した、16両960トンの新幹線電車の救援牽引を目的に開発されました。東海道とはいえ、20パーミルという難所を抱える新幹線。ここでの引き出しを可能とする性能が要求され、高い粘着性能を持たせました。その一方で、短期で現場に急行するため、160キロという高速性能も併せ持っていました。これだけの高速性能があれば、もしや、と考えたのがこの妄想話です。ディーゼル新幹線など、当時は冗談話として業界の座談会などで扱われたことはあったものの、非電化新幹線の想定がない以上、真面目に取り扱われることはありませんでした。後年、日本列島改造論に刺激され、全国新幹線網構想が出されたものの、採算面で全く実現の目処がつかなくなった頃、非電化で260キロ運転を可能とするため、ガスタービン新幹線が研究された時期もありましたが、具体的な対応が取られることはありませんでした。自民党が全国新幹線網構想を出したのが、昭和45年。新幹線開業から6年経ち、高度経済成長の真っ只中にあった日本では、新幹線と高速道路による、高速交通ネットワークを全国に張り巡らせるという、壮大な構想が現実のものとして期待されていました。今回は、この当時、地方新幹線を非電化でやろうという案が出ていたら、一体どうなっていたかという妄想話です。911型を取り上げた流れから、機関車牽引方式で妄想してみましょう。まずは911型で客車を牽引して、果たして200キロ運転は可能なのか、というところから検討します。ゼロ系並みの客室空間を持った客車を想定、当時の技術で1両の積車重量を50トンまで軽量化できたものとします。これを7両牽引した時の加速力曲線がこの図です。低速段の性能も重ねていますが、走行中切り替えはできないため、緑の曲線が高速運転時の性能となります。加速力曲線の縦軸はキログラムパートンという単位で、その値は勾配による抵抗と同じようなもので、パーミル単位の勾配の値に一致します。横軸は速度で時速で表します。例えばこの図では、縦軸の20の値の時、横軸の値が40のところを曲線が通っています。これは20パーミルの勾配を40キロの速度で登ることができる、という意味です。これを加速度で見た場合、どの程度の加速度なのか、いまいちピンとこない方もあるかもしれません。何キロまで加速するのに何秒かかるか、という方が加速力の程度をつかみやすいでしょうから、この表現に換算する方法を示すと、縦軸の値を 27.8 で割ってやると、1秒にだいたい何キロ加速するかが計算できます。実際には、車輪などの車両の加速に応じて回転が変化する部分の回転加速成分が影響するため、見た目の加速度は車種にもよりますが、5% から 10% 低くなります。それを踏まえてこの曲線を見直すと、この列車の加速がいかに悪いかが改めて実感できるのではないでしょうか。低速はまだしも、高速ではまさに忘れた頃に速度が上がっていた、という状況になりかねないほどのんびりした加速性能です。平坦線均衡速度、つまり平地の直線で出せる最高速度はここで読み取ります。残念ながら160キロにも届かず、とても新幹線列車として運転はできません。2000馬力の液体式ディーゼル機関車に、7両で積車総重量350トンの客車を牽引させた時の性能の現実は、さすがに厳しいものがあります。911型は2号機から DML61 の性能向上で1100馬力になっており、さらに全国新幹線網計画が出された頃には、DML61 は1350馬力に高出力化されており、
これを2台搭載すると2700馬力の機関車ができます。BF51 の動画でも述べましたが、BML61 は1500馬力まで高出力化する計画があり、これなら2台搭載で3000馬力となります。3000馬力の性能があった場合はどうなるでしょうか。7両牽引でこの状態。911型と同じ減速比ですが、7両牽引で160キロ出せるようになります。減速比を変えて、200キロ対応にしてみましょう。平坦線近郊速度は180キロを超えますが、大幅に高出力化した割に伸びていません。速度の2乗に比例して増大する空気抵抗が主体となる高速運転では、少し速度を上げるだけで大きな労力を要するのです。180キロ運転すら心もとない状態。とても200キロには届きません。大量輸送への要求が少ないヨーロッパの高速列車のように、車体断面を小さくして空気抵抗を減らすのが有効ですが、当時の日本ではそうもいきません。仕方がないので客車を減らし、5両にしてみます。これでやっと200キロに届いています。しかし、加速余力はほとんどなく、まさに EF65 がブルートレインを牽引して110キロ運転を始めた時と同じ。下り勾配を利用しないと最高運転速度がなかなか出せない、といった状況となります。10パーミル上り勾配では121キロしか出ません。82系機動車特急より速いものの、181系に負けてしまう状態。いかに高規格の新幹線路線とはいえ、さすがに性能不足です。10連牽引にしなければ200キロ運転で実用的な性能は期待できず、しかも軸重の問題があり、F 型となっているのも厄介です。中間台車に動力を伝える複雑な構造で、果たして200キロ運転に耐えられるかどうか。一方、当時忘れてはならないエンジンに、BMP81 があります。BE50 用に試作されたもので、2000馬力を発生、液体変速機もそれに対応したものが開発され、国鉄最後、最大の液体式駆動システムを構成していました。これを2台使えば、4000馬力の機関車が実用化できます。さすがにこれを2台搭載するとなると、F 型で軸重16トンに収めるのは無理。E 型として1台ずつ搭載する必要があります。それを2両連結して、BD50 のような運用をしなければなりません。4000馬力で7両の客車牽引ではどの程度の性能となるでしょうか。これでかろうじて200キロ出せるという状態。下り勾配でもなければ最高速度はおいそれと出せない。といった状態は免れません。客車5両に減らしたらどうでしょうか。これでやっと200キロでも加速余力が出てきますが、それはわずかなもの。E 型2両構成なら、後にディーゼル列車としての営業速度200キロを達成する、イギリスの HST のような構成も取ることができます。両端に2000馬力の動力車を配置し、中間に客車を組み込む方式です。もし当時、このやり方で非電化新幹線用機関車を作っていたら、世界に先駆けて200キロ運転のディーゼル列車を実現していたかもしれません。HST では7両から9両と、かなり多めの客車が組み込まれています。この客車は自重が33トンと、当時の欧米の客車としてはコンパクトで軽量な客車で、軽量性を生かしてなんとか200キロ運転を達成。先ほどの BMP81 搭載列車をこのような軽量客車で編成してみましょう。積車40トンを実現したとして計算したのがこの図です。なんとか200キロ出せるようで、HST より編成出力が500馬力非力な分、加速余力も頼りない状態です。非電化新幹線の具体的な構想がなかった以上、このような列車の活躍の場があり得たかどうかは、まさに妄想するしかありません。地方路線なら単編成列車でよく、機関車方式なら編成を短くして性能を稼げますからなんとかなったかもしれません。しかし、
電化区間を新幹線電車と並走して非電化路線へ乗り入れるような運用は厳しかったかもしれません。最高速度こそ200キロを達成しても、わずかな上り勾配でもあれば、速度はたちまち落ちてしまいます。大盛況で過密な新幹線路線に、単編成の低速列車が乗り入れるのは敬遠されたことでしょう。地方新幹線なら単編成でも良い。単編成ならディーゼル機関車牽引方式でもなんとかなる。というディーゼル機関車牽引式新幹線。当然そこには、単編成で事足りるようなところに、たとえ非電化単線でも莫大な建設コストを要する新幹線システムを導入する意味があるのか、という矛盾をはらむこととなります。国鉄経営が危機的状態を迎える中、新幹線電車の速度向上はゆっくりとしか進まなかったものの、民営化後は状況が変わります。ほどなく260キロ、300キロ運転が当たり前となり、もはやディーゼル運転で手の届く世界ではなくなってしまうのでした。